マイクあるから気をつけてください。スピーカーがあるから。これからですね、こちらの、センターガーデンでは、こうお花の飾り方っていうのをテーマにこうデモンストレーションを行っていきたいと思います。でこのあと2作目は、ワークショップタイプで、ここに今テーブルが用意されてますけど、こちら限定4名様になってしまうんですけど、この中から4名様出ていただいて、実際に僕が作るお花と同じお花をこちらで作っていただいて、持ち帰っていただくという、そういう企画になってますので、ね、ぜひね、楽しみにしていてください。で、今回ですね、僕はNフラワーデザインインターナショナルの代表を務めてます長塚と申します。よろしくお願いします。ここのパネルにあるように、うちの講師陣がですね、連日こうデモンストレーションを重ねてきました。こんなね、素敵な、テーブルウェアのセンターガーデンの場所でデモンストレーションをやっているので、みんなね、僕も含めてみんな光栄に思ってます。ありがとうございます。で、今回このウィークエンドフラワーって言って、まあ、週末にお花を飾りましょうっていうか、まあ、週末じゃなくてもいいんですけど、昔日本って床の間があったり、あとはまあお仏壇があったりして、必ずお家の中にお花を飾るスペースってあったんです。ただ日本家屋がだんだんこう洋風家屋に変わっていくに従って、床の間がなくなったり、お仏壇がなくなったりして、必ずお花を飾るスペースってどんどんなくなってるんですね。ただじゃあ欧米ではね、じゃあどうだったかっていうと、欧米ではテーブルの上とかに必ずお花を飾る文化がやっぱあるんです。で日本も昔から本当はそういう文化があったんですけど、なぜかそのお家が洋風スタイルのお家が来た時にお花を飾る文化だけは置いてきちゃった。でなんでかというと、日本はなんとなくこうお花イコールギフトみたいな形になってしまって、お家に飾るこうお家需要というのはだんだん少なくなってるんですけど、まあね、これ実際お家の中にこうお花を飾っていただくと分かるんですけど、お花の、まあ、威力というか、まあ、なんだろうな、力ってすごいんですね。ものすごくお家の中が明るくなるし、これ話題が増えるし、で一回お花を飾るとそこにこうお花が枯れてなくなると、なんかすごい寂しい感じがします。で今日はね、ちょっとそういう一輪の花とは違って、こちらの竹の器にお花を生けていきたいと思います。で僕は今回 このポケット、この柳とをこの器に生けていきたいと思います。こういう感じで枝物がありますね。でこういう枝物って割とこう生けにくいんじゃないかとかって思う方が多いと思うんですが、実際そんなことなくて、実際こういう切り花よりも日持ちがして、これ1本でだいたい下手すると1月近く持ちます。なのでこういう枝物なんかもこう暑い場所とかね、お花が持たない場所なんかだったら飾っていただけると、すごくこういつまでもお家の中に明るい笑顔が絶えない状態が続いていくというかね、こう、まあ、日持ちで毎日毎日お花変えていくとやっぱり金額もかさんじゃいますから、まあ、こういう枝物なんかをね1本飾っておいてもいいと思います。ではね、早速デモンストレーションを始めていきたいと思います。枝物の切り方で斜めに切ると結構こうスパッと切れます。ですごいこうこのハサミが切れるんじゃないかと思ってる人がいるんですよ。でもこのハサミ全然切れ、実際全然切れないんで、で今ね、僕ボケをこう切って、僕を切って切った時にこれね、こう押しといて切り方まず、その後ここに少しこう力入れて、このもなんだろう、テコの原理を使うと太いものも簡単に切れます。で、ボケをここにハサミを入れてこのように折ってますね。これ折りだめと言います。でこの折りだめというのは、できる枝物とできない枝物があります。というのはボケは皮一枚でも水が上がります。なので折りだめができる枝物なんです。ただ梅とか、まあ、もう折ったらそこから水が上がらなくなるので折りだめが効かないです。
あとは道断筋とか有名でいうのもので言うとは折りだめを引きますけど、道断筋も紅葉し始めたら折りだめ引かないんです。あのグリーンのうちだけが折りだめを引きますね。でこれ何気に枝物ってそれぞれが全然違う形をしてますよね。だから枝自体がデザインを作ってくれるんですね。なので割とこう何も考えないで適当に入れていくと割とこういう風にデザインが出来上がってきます。もちろんその細い線を活かして綺麗にこうラインを仕上げるパターンもありますけど、こう割と ガサッといけといて、その後に細い線を入れたりしてデザインを組み上げていくパターンもあります。今回はねそっちの方を作り上げていきたいと思います。でこの 竹もね今回器に使ってますけど、水がたまる竹にしやすいですね。お花を生けるものにしやすいので、よく使います。で竹も太いものから細いものまであって、今回使ってるのはこれは妄想竹ですね。でもうちょっと細いと真竹っていうのがあります。真竹と妄想竹って何が違うかわかります、太さは違うんですけど、竹のね硬さが違うんです。でどっちかというと妄想の方が硬く感じるんですけど、マダケの方が硬いそうです、竹屋さんに聞くと。だからマダケの方は真鍮で磨いても傷がつかないんだけど、妄想だけは真鍮で磨くと傷がついちゃうから妄想は磨けないと思いますね。このようにボケの横のラインに対してこの細い線で、ボケと違ったね、形のラインが入ってくると印象が一気に変わります。でこれをね僕なんかは、僕なんかのスクールだからアクセントラインでやってます。でこの辺りも、割とね細かくやっていくよりは、ボケがガツガツしてる場合とかは柳もガツガツ巻いてった方がデザインが作りやすいです。繊細なものを作るときと、繊細じゃないものというかこう力強いものを作るときは全くデザインの作り方は別なんで、そこのところは注意した方がいいと思いますね。ここにね一つ少しだけフォームが入れてあります。でここにはね少しこう枝物じゃないダリアをね刺してある。少しこうグリーンのラナンキュラスですね、これを入れてきます。これ裏からも見れるデザインになってるんで、後でちょっと裏側もお見せしますね。
出て線繋がれてるんで、ちょっとリードつけられた犬みたいな第1作品の感想ですね。あの枝とラインで動かすんで、花はあくまでもこうマスク使います、で、まあ、どっちかなんですね。で、花って割とラインで使うことよりはマスで使うことの方が、多くて、実はこうアレンジメントで雰囲気をつけるのは葉物だったり枝物だったり、するんです。そっちの方がこうしなやかなラインが出てきますので、で今回もね、あのワークショップなんかでも少しそういう、チランチアとかそういうものを使って、ちょっと花とは違うラインを使った、アレンジメントをこれから作っていきたいと思いますので、ではね、これからワークショップの作品に、進んでいきたいと思います。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。